まあちょいちょい話す話でもあるんですけど、うん、まあ僕幼稚園のって幼稚園の頃からスイミングスクールに通っててね、まあスイミングスクール僕すげえ嫌で、でも、うん、あのその後サッカーもね始めて、うん、サッカーもクラブチームでやってたんですけど、うん、やっぱサッカーってね、その団体競技でチームスポーツなんで、うん、仲良くなりやすいですし、うんうんうん、水泳でももちろん仲良くなってる人はいっぱいいるんですけど、うん、僕は特に誰とも仲良くなれなくて、うん、めちゃくちゃタイムが速いわけでもないから、うん、その選抜コースみたいなところにも行けないし、うん、ただやってたんですね。でまあまあその1級とかまでは取ってるんですけど、うん、しかも見た目の割にすげえ年齢いってるっていうのもやっぱあったし、ね、当時ね、だからスイミングスクール本当に小3ぐらいに思ってるけども小6とかの感じですから、あだからまた余計仲良くなりづらいんです。そのねえねえ仲良くしようみたいな来たやつが余裕で年下だったりするから、その、うん、いや小6だけどみたいになったら離れていくでしょ、うん、で本当に何年幼稚園から小学校6年生まで通ってほぼ誰とも話さず、あ、そう過ごしたのスイミングスクールの時ね、うん、なんですけど、まあ泳げるようになって泳ぐのも好きだからいいんですけど、あそこだろ、そうそうそう、あのね、その辺津山にあるんですけど、だから要はその地元の中学とか小学校で行ってるやつも少なかった。そうそうそう、学校の友達もいなかった。学校のそう、同じ小学校の友達もいなくて全然遠いところにあった。確かにそうなんですよね、仲良くなれなかったんですけど、一回そのスイミングスクールが、まあこれねネタでも言ってるんですけど、うん、何をちまうっていうか、まあその経営的なことがあるのか、うん、肉まんを売り出したんですよフロントで、うん、その意味不明でしょ。その前はウィーダインゼリー的な、ゼリー的な飲みやすいやつを、それはありますよ、ジムでも売ってますとか、そのスポーツドリンクとか、うん、そういうのだったんですけど、なんか多分それが売れたんでしょうね、うん、そのなんか肉まんに行ったんですよ次これ本当に今考えても謎でしょ、肉まん売るってもわけわかんないでしょただ終わってからみんな親に迎えに来てもらうから、その時間はねお腹も空いてるし、あまあ水泳カロリー半端ないですからね、買うこともあるし、やっぱ本当に子供だから、うん、その泳ぐ前に食うやつも現れて現れたんでしょうね、バカ野郎ですね、もう今考えれば大バカ野郎ですけど、でまあ激しいですよ、この学校の授業とかマジで泳ぐわけですからね、その記憶を伸ばすためとか、なんならオリンピック選手を出すぞぐらいのトレーニングですから、でまあ肉まん食ってるやつがいたからでしょうね、僕泳ぎ方バサだったプールサイドとかもうね、ゲロまみれになってる、うわ汚ね、いやマジでそのなんでそんなことするんでしょう、肉まん売るスイミングスクールで、未だに謎ですよ本当に。高単かな、蒸し器みたいな。蒸し器あったんですよ、蒸し器あって、蒸し器にコンビニの感覚で、あの箱があったの。いやあの箱があって、本当に謎なんですよね、謎のスイミングスクールでしたからね。もうカッパのマークの、うん、いっぱい通えばカッパのマークのメダルもらえるんで、いらねえそれ金銀銅揃えましたカード2枚貯めて、うん、銅メダルと交換できるんですよ。そしたらカードチャラになりますからね、うん、で3枚貯めると銀メダル、うん、で4枚貯めると金メダルですから、うん、でやっぱ子供ながらね、すぐメダル欲しくなるから銅ぐらいで交換しがちですけど、うん、頑張って4枚貯めて金メダルもらいましたよ。あ、そう、はい、もらいました。それが銅と銀を通過して金もらったんで、その後銀と銅も取りましたからね。あすごいいやでもなんかそれが象徴してるなっていうのあるでしょ、その努力賞でないけど、うん、タイムは速くなかったけど毎日コツコツ頑張ってきた井口らしさ。うん、そうですね、やっぱほんまに真面目だよなお前を消すぐらいの肉まんの思い出だったからね、うん、やっぱプールスイミングスクールの思い出はやっぱその肉まんしかないもん。もうゲロまみれっていうか掃除せんの。いやするけど、その直後だもんって、プハープハーですからね、もうそのブーブーまあ多分わかんない、汚い話です、すいませんね、あんまり食事の方プールの中にも入っとりそうだな。それはないことを祈るし、もう、うん、今さらうわーとかなんないですからね、もうまあ、まあ、かなり前の話です、うん、そっから何回もお風呂入ってるしな20年以上前の話ですからねそっから何回もお風呂入ってる。いや入ってる、だからそうで別にうなずかなくてももうそりゃそうだって思うのはうなずかないよ別にいちいちそう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 みたいになると思う入ってる何回も、うん、そりゃそうだな。いやその何回も入ってる、もう1000回超え何千回で入ってますからね多分ね。それ計算合ってるかな。いや合ってます、それ20年以上前ですからね。あそっか、うん、頑張りました、急いで計算しましたよ。まあまたね、子供の時の思い出も話すようになったら話しますんでね、はい食事時を避けるなんて、もうなるべく控えますんでね、はい、ちゃんとその今後は綺麗な話をしますんで、うん、聞いてくださいね。平日毎日愚痴を更新していますウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって、
いや、そうなんですよ。まあ、愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです。こんな感じですから、僕は。隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください。お願いします。